こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。今回は11月2週からですね、そちらを行っていこうと思います。配信はツイッチでお届けいたします。ツイッチぜひ、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブを YouTube に2日後21時ごろ、公開予定です。 YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。そちらでもご覧ください。アカウントチャット欄にアドレス記載してます。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This liveTwitterX my account please follow and repost and good button please。 はい、では始めていきましょう。11月2週はすでにほぼ準備は完了ということで、丸森楽しみですね。丸森は海外 G3 を取って、ステップアップして G1 に挑みます。クリテリウムドサンクルーですね。行ってみましょう。さあ、そのクリテリウムドサンクルーに天の丸森登場です。一番人気、丸森わからないですよね。99って書いてるんで、まあ正直不確定要素が高いレースとなってます。アンテロ、まあレース行きましょう。サンクルー競馬場 G1 クリテリウムドサンクルー、芝 2000m です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インフィニティクリーニング、コースタート、テレスコープ、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくテレスコープ行きました。続いて前へ行くのはインフィニティクリーニング、さらにはアンテロ、栗色の馬体、天の丸森、その後ろアンテロ、先手を取りました。そして大きく離れてミッドウェイマジェスタリアル、この位置です。これに続いてトゥーマッチエアボーン、並んで11番マイルドバラクーナ、すぐ後ろにトレーディングレザー、黒の帽子、そして丸森はその後ろ、その外からダディビガーズ、内からはサムシングオール、その隣にメイルシークレット、その後ろからはタンブルエレクト、フレンドリーエイブラジェイ、そのうちに続いています。並んで15番デザインズオンローム、しんがりからタレント、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。コインにつけて鮮やかな芝生の上をかけていきます。ね、ますもう一度先頭から16番テレスコープ、ここから伸びはどうなるか。4コーナー回ってきました。コースに入りました。先頭は依然としてテレスコープ、ここで先頭が入れ替わりました。丸森追い出しますが、テレスコープ残りあと 400m、 なんか伸びがないな。アンテロ先頭、2馬身から3馬身引き離す、残り 200m、 ダメですね、全然ダメだ。2番手はトレーディングレザー、甘かった。アンテロ、この馬で決まりか。壁は厚かったです。強い アンテロ圧勝ゴールイン。2着はトレーディングレザー、3着にデザインズオンローム、勝ったのはアンテロ、見事な勝利です。丸森4着に敗れました。
ダーレークラシックではゴードンロード、バイロンが勝ってますね。パイロンじゃない、バイロン。さあ、武蔵野ステークスに天野ドラッカー出走です。ラブミーちゃんですね、一番人気。天野ドラッカー全然人気ないや。正直厳しいと言わざるを得ないですね。でもさ、ちょっと待って、ドラッカーって JBC 発着で、でか、まあとはいえ他に強い馬もいますからね。南部杯4着のラブミーちゃんとか。ダイジェスト行ってみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ナイキマドリード先頭、しかし後続との差が縮まってきました。伸びてきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭に立ったラブミーちゃん、あと 200m。 ラブミーちゃん余力は十分か。さらに引き離していきます。ね、ちょっと2番手は外線ときかけ、まあ、でもラブミーちゃん掲示板には乗りましたね。2着は外線ときかけ、3着に大鳥キーパー。ラブミーちゃんやりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。地方なんかラブミーちゃんって。もう2着に凱旋ときかけ来てますね。天野ドラッカー4着でした。まあこれからですよね、ドラッカー。次です。デイリー杯2歳ステークス、クラブはロゴタイプ登場。2連勝で来ています。重賞初勝利を狙っております。一番人気はユリモシ、ユリノシュームーズで、ファーブラムとか来てますね。まあよくテームイナズマとかも要注意です。ひとまずダイジェストいきましょう。京都実デリハイ2歳ステークス、2歳限定芝 1600m のマイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ロゴタイプ先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。テーム稲妻頑張れるか。ロゴタイプ先頭、ロゴタイプ先頭、ロゴダイザー押し切りました。ゴールイン。2着はテーム稲妻、見事に勝ちました。ロゴタイプユリノシュームーズ完敗です。着外に沈みました。火星サンバ。そしてエリザベス女王杯です。ジェンティルオンナらが出走、2頭、もう1頭がそっか片の山があるか。ジェンティルオンナが1番人気、2番人気はクラブはホイールキャプチャー、3番人気に所有は片の山があると続いてますね。でビルシーン、クラブはビルシーナが4番人気。ここまでかな。チャンスあるのはジェンティルオンナグリグリですね。ホイールキャプチャーが丸なので、なんか格付けが住んでる感じ。ビルシーナを前走周華賞で破ったジェンティルオーナー、ここでも返り討ちしたいところではあります。さあ山がある戦法を選べます。先行策を選びましょう。ではレースです。秋の牝馬ナンバーワン決定戦エリザベス女王杯、京都競馬場 G1 芝 2200m で行われます。
京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のマルセリーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。カラフルデイズ、コースタート、アプリコットフィズ、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカラフルデイズ花に立ちます。その後ろからはアプリコットフィズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはビルシーナ、古豪、チーフズポリマ、その後ろカラフルデイズ先手を取りました。少し離れてラスキータイモア続いています。内からは片野山ガール、さらにはサンズファンシー、マルセリーナ上がっていきました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろからは昇竜ムーン、その隣にサイレントレイン、一番人気のジェンティルドンナ、現在馬群の中ほどにつけています。サンテミリオン、そのうちに続いています。赤の帽子、ホエールキャプチャー、ね、その後ろこれに続いてアナズゴール、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ栗色の馬体、カラフルデイズ、2番手はアプリコットフィズ、ビルシーナ、3番手ジェンティルドンナ、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はカラフルデイズ、アプリコットフィズ、ここから仕掛けどころです。ビルシーナ、その後ろ間が空いてジェンティルドンナ仕掛けていきました。ジェンティルドンナ先に追走、サイレントレイン続いています。ビルシーナが仕掛けたがもう並びそう、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったジェンティルドンナ、残り 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 2番手はホエールキャプチャー、ジェンティルドンナ、この馬で決まりか。ジェンティルドンナ独走、ジェンティルドンナぶっちぎりです。2着はホエールキャプチャー、3着にビルシーナ、宿命のライバル対決、この一戦を制したのはジェンティルドンナ。ウィニングランです。レコードですね。しかも G1 5連勝コースレコードです。ライバルをもう駆逐しました。さあ片野マイガール福島記念登場、1番人気、ダイジェストいきましょう。福島 G3 福島記念芝 2000m です。さあ直線に入りました。先頭ですね。ここの直線は短い。片野マイガール先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。来ているが2番手はダイワファルコン、片野マイガール、なんとか粘った。片野マイガール、片野マイガール1着、2着にはどうやらマウントシャスタ、片野マイガール見事1番人気に応えました。中小初勝利だったんですね。よかった。滝涼花は微妙かな。香港バーズ、香港バーズには我が馬も登場してきます。さあ今週はマイルチャンピオンシップです。天野想定内と片野ツイッターの2着2頭、そして天野タニタがデビューです。ライバル関係成立です。ロードに集う強者たち、ロードカナノアの一強ですね。これ
うちの馬は候補にも上がらない。本当？91番とかやばいな。スマホスマーティージョーンズを父親に。プラタン賞を買っております。ダートバどうなんだろう。まあダートバに見えなくもないが、凱旋リア充。ああ函館2歳取ってる馬だな。フラゲ破って、さて戦乱からではないだろうと思う。お、ディープインパクトなんですね。金仮面。ロナックの前提があるな。ローナックルどこにいるんだ。こだまでしょうかが出てきます。そしてロードカラノアですね。やっぱりちょっと天の方のツイッターが一応あれだけで厳しいな。丸森は4着。まあここは仕方がない。休ませてホープフルに行かせます。ジェンティオンナ勝ってくれましたね。ちょっと有馬は長いかな。あと2勝だし休ませてもいいかもね。もしくは牝馬で何かあったら出ますが、アリエッティと AKB の2頭がもう出てんだよな。イクメンがいる。蓮舫か。ダートはないもんな。まあ出てもいいけど、いや。牝馬限定ってこれがあるけど。微妙に短いんだよな。なんか牝馬限定でいいレースないな。ちょっとまあ様子を伺いつつっていう感じなんでしょうかね。精神力も S だから海外行っても多分大丈夫なんでしょうね。ちょっと次回は
こっかな。ヤマガールは5着。ヤマガールって何勝？5勝してるんで、勝てるレースしっかり出すことが肝心。最近全然勝ててないからな、ヤマガール。スタートはダメなんだよな。難しいな。まず勝ちの味を覚えさせないとダメだな。ターコイズはちょっと短いんだよな。カップぐらいしかないよな。3頭出しやけど、まあこっちもあるけどな、こっちとかこの辺もあるけど、出ましょうか。いや、わからん。でもアニマは多分出ないと思う。マイガールは福島記念取りましたが、まだまだ早い。あ、中小取りましたが早いです。段階踏まなきゃいけない。でも出るよりターコ、そこでターコイズですよ。はい、でターコイズだろう。でトゥルースが、中一新聞杯、あ、まあ中距離だからっていうのもあるけど、どうなんだろうな。ニコニコはちょっと疲れが心配ですね。 AKB はアメリカンオークス挑ませますが、これ休ませないとダメなんだ。はやぶさが、じゃあ2周目行ってみましょうか。浦和記念、天のつぼみ、天の宮です。天のつぼみが一番人気となっております。2番人気はフリーオーソ。 S1 プリンスもいますが、どうでしょうね。前に熊がちょっと多いな。ダイジェストいきましょう。浦和競馬場 JPN2 浦和記念ダート 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のつぼみ先頭、2番手はフリオーソ。天のつぼみ差を広げる。天のつぼみ1着、ね、天のつぼみ完勝。2着はフリオーソ、結果か。3着に天の具、勝ったのは天のつぼみ。そうですよね。さあ、天の旅谷田デビュー戦です。1番人気 1.9 倍、父スペシャルウィーク、母ビアファイジとなっております。後立てか。何気はランフォザドリームですね、母親が。
のメイクブリーズか。ダイジェストいきましょう。東京競馬場2歳新馬戦芝 1800m、天の足りたメイクデビューです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一気に先頭に踊りでした。先頭差を広げにかかります。当選タックス2番手手応えはどうか。天の足りた先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。残り 100m、 2番手はレイクブリーズ、天の足りた。勝ちましたね。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はレイクブリーズ、3着に当選タックス、これは桁外れの強さだ。天の足りた。柔軟性がある。さあ、トースポ杯2歳ステークス天の児玉で賞が登場。1番人気エピクラブはエピファイネイア、凱旋リア充も2番人気か。クラブは児玉で賞は4番人気となっております。さあ児玉でしょう、どうするか。まあ、このまま行きますか。ダイジェストいきましょう。東京2歳 G2 東京スポーツ杯2歳ステークス芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、エピファネイア先頭、リードは2馬身から3馬身、凱旋リア充2番手、手応えはどうか。内から天の児玉でしょう。残り 200m、 エピファネイアアドバンテージをキープ。後ろはどうか。エピファネイア遠い。2番手は天の児玉でしょう。エピファネイア先頭だ。2着か。エピファネイア強い強い。エピファネイア圧勝ゴールイン。2着は天の児玉でしょう。エピファネイア見事な勝利です。伸び足が終始衰えなかったですね、ビュアネイア。ひ弱か。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のレッドスパーダ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、凱旋アクス前に行きそうです。
続いてロードカナロア、凱旋アクス、先手を取りました。飯豊健信、そのうちに続いています。緑の帽子、天のサウテイライ、その後ろ、その外にデンマークライ、レッドスパーダ、それに続きます。その隣にドナウブルー、内からはダローネガ。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ロードカナロア早くも先頭、ここで先頭が入れ替わりました。飯豊健信、ロードカナロア2番手に控えました。天のサウテイライ3番手、ロードカナロア、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は飯豊健信、ロードカナロア2番手、天のサウテイライ、その後ろ離れてレッドスパーダ、並んでデンマークライ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはロードカナロア、これはちぎれた。天のサウテイライ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 後方から一気に肩のついたロードカナロア、今ゴールイン、段違いの強さです。2着は肩のついた、3着にグランプリボス、ロードカナロア素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。天の稲バウアーなんだ、トップはブローグ、ゴールドシップ、ジャスタウェイも出てきたのか。大激戦ジャパンカップ、いやー私気になります。まずはローテですね。まずは、これはいいと思います。クラゲがアルテミス取ってるんで挑むしかないでしょうね。ここはマルゴリは一周放牧です。アゲポヨが来年デビュー、コパノリッキーが全日本2歳優勝、すでに G1 3勝してますからね。
こんな馬もいますが、馬の足りた、強かったけどな、芝か。まあ重賞に挑ませるっていうのも一つ手ではあります。まあでもそれを言うたら確か、ああダメだな、ちょっと厳しいな。そしてジェンティル女は有馬記念、まあ持ったんこともないけどな、走るレースと違うよな、だからちょっと回避です。有馬はこれ AJCC にしときますが、あくまで現時点の話です。なのでわかりません。放牧ですね。アリエッティも出るということで、アリエッティも初、前走初 G1 制覇なんだよな。でヘビロテはカペラか。ダートも、ダートはちょっと苦手な方かな。ちょっと調子落ちてるな。あえて一周放牧入れとくか。ミニ放牧。さあゴルシー出ていきますよ。調子はもう抜群なんで、これは勝負になりますね。局面は菊花賞2着が最高ですが、 G1 初制覇なるか。そしてハヤブサは、なるほど、歩きを取ってんだけど、ちょっと厳しいんじゃないか。ハヤブサここに出るにはやめときましょう。もっとこの馬には先があります。ここでまともに当たる必要はない。ハヤブサは傷つくだけです。さあ鍛えてますね。海猿は地層はチャレンジカップです。慶応が有馬記念、慶応も天皇賞秋残念だったよな。調子を戻して、いつもこれどうなんだろうな。2頭ウイザルを出てる中で、ちょっと立て直そう。中山金牌でもいいと思うしな。山ヶ原は出てる場合じゃないでしょう。勝つレースに出ないといけない。でもそれが何かがよくわからない。困ったな。ここそのまま出るのはちょっと拍手にも思えるが、悪くないですね。ちょっと絆コマンドは使えない。マイガールはターコイズステークス。でフランケルどうするかですよね。まだフランケルは、フランケル終わりなんだ。じゃあまあ引退させましょう。フランケルは引退の決断するのは早すぎますよ。なこと言われても
引退しろって言われてるんだから。でオルフェーブルですよね。実装は有馬記念ということで、ツイッターが、ツイッター一生しかしてないシューメーカーマイル、まあ頑張ってはいるけどな、前線マンなんだよな。インサイトが名古屋グランプリ、インサイトちょっとこれ覚醒なんで絆コマンドでスピード上げるような行動を取らないとな。じゃあまあこれしかないな。育成を上げます。で、iPhone がこれ一周放牧、なんて言った？香港マイル？ん？香港マイルに出るんだ。え？香港マイル？いや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 、香港マイルには出ないよ。何の話してるんだろう。香港マイルは別のマネーに出させますからね。カレンちゃん、カレンちゃん香港スプリントです。ちょっと調子が今一歩だな。スマニューにはクラークハンデ、トゥルースがちょっと調子落ちるな。あえて休ませましょう。ルーラーシップも最後のレースですね。次がブルーレイも調子落ちてるな。6勝してるのであと2勝だが、アラフォーは惜しいレースが続くな。今週キャピタルステークス出します。ブラックキャビアも、引退させてもいいかな。ラキスタが来週か、ここにか長距離戦か。疲れが、さあつぼみです。調子はいいよね。つぼみとりあえず一周放牧させて様子を見ましょう。エンナバウアーが JC、ナバはもう3周年かな、さすがに。フェイトがクイーン賞、ここでまあ取れたのは良かったもののっていうところですよね。でスマートハルコン挑んでいきます。山のブログももう最後の方ですからね。多分これが引退レースになるんじゃないでしょうか。そういえば、ロケットマンとか出る馬がいなくなっちゃってる。こうなるとぶつける馬を決めないとね。
クログでもいいんですけどね。ブラックキャリアちょっと長い、インフラージャ短いし、放牧が多いんだよな。リエッティとかじゃかなわんだろうしな。そばにいるにはリーチかかってます。まあダートもこなせんでクラックハンデっていうのは妥当だろうしな。あ、そっか、これはダート馬だもんね。クイーン賞カタノフェイト登場、一番人気クラーベセクレタが2番人気アスカリブが3番人気。ダイジェストいきましょう。船橋 JPN3 クイーン賞ダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。エミーズパラダイス先頭、外からカタノフェイト先頭、2番手はエミーズパラダイス。とてつもない強さ、勝ちましたね。強い強い、カタノフェイト圧勝ゴールイン。2着はエミーズパラダイス、3着にアスカリーブル、勝ったのはカタノフェイト。重賞4連勝、キャピタルステークスにアマナーラフォー登場、一番人気グリグリです。ミッキードリームあたりまでかな。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別キャピタルステークス芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭にもう動いてようとする。先頭2馬身から3馬身引き離す、内で食い下がる。クイーンズバーン、アマノアラフォー先頭、あと 200m、 後続はまだ後ろ。もう貸せないでしょう。このまま押し切るか。ぶっちぎった。2番手はキシフェイ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はキシフェイ、これは桁外れの強さだ。アマノアラフォー、こうやって勝ちの味を覚えさせるっていうのは大事です。さあ注目のジャパンカップです。1番人気アマノブログ、2番人気アマノイナバーワと、アマノの馬が1番人気2番人気を占めております。続いてジャスタウェイ、ゴールドシップと続いてますね。印は本社本命はアマノイナバーワとなってるんですが、どうでしょうね。ジャスタウェイでアマノブログもいい印、ゴールドシップは案外印がない菊花賞馬ですが、さあ先方見ていきましょう。前に行く馬多いな。ゴールドシップとしては先行策取るしかないよね。
では行ってみましょう。レースです。さあ、国際レース G1 ジャパンカップ東京競馬場芝 2400m。 ただ、海外勢今年は手薄です。なので日本馬の、日本馬同士の戦いという舞台になります。果たして、大激戦勝つのはどの馬になりますでしょうか。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のゴールドシップ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アマノイーナバウアー、好スタート。コスモヘレノス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアマノイーナバウアー鼻に立ちます。その後ろからはコスモヘレノス、この馬も上がっていく構えです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアマノイーナバウアー、すぐ後ろにガイセンジェロ、間が空いてコスモヘレノス、並んで14番アーネストリー、ソレミア、すぐ後ろ、その外にゴールドシップ。この辺りで各馬第一コーナーをカーブして引っかかってる。あれゴールドシップじゃないの。大きく離れました。ローズキングダム、緑の帽子、テンマグラビ、その後ろビートブラック、そのうちに続いています。引っかかってるのが多いですね。すぐ後ろにジャスタウェイ、一番人気のアマノブログ、中段につけています。内からはレッドカドー、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース。また入れ替えがすごい激しい。先頭から最高峰までおよそ20馬身。これは縦長の展開です。その隣にレーシンフラッシュ、すぐ後ろに中山ナイト、内からはアパパネ、並んで9番当選ラー、しんがりからダークシャドウ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ゴルシア3番手か。ゴラビ一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬大けやきの向こう側を通過。先頭は依然としてテンマグラビ、アーネストリー、ほとんど差がありません。さあ、4コーナー回ってくる。アマノブログまだ来ない。4コーナーをカーブして、内側もなんか来てるぞ。先頭変わってゴールドシップ、アマノブログが外から。アマノイナバウアー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ブログの勢いがすごい。残り 200m、 ゴールドシップ意地を見せる。アマノブログ手応えは十分だ。ゴールドシップか、いやブログが勝した。差し切った。先頭はアマノブログ1着でゴール。2着にはどうやらゴールドシップ。これが世界の実力だ。アマノブログ、さあ最終年、老兵がここへ来てまた一つ栄冠を積み上げました。アマノブログ、若い者には負けんとばかりに意地を見せましたね。ゴールドシップ、ジャスタウェイらを打ち破りました。実は3歳馬なんですよね、ゴールドシップ、ジャスタウェイは連覇です。ゲット根幹距離、最後に根幹距離を 手に入れたか。さあ、そしてケアー杯ですが、ここファリダットですね。クラブは鶴丸レオンマンなんかも登場ですが、ダイジェストいきましょう。京都 G3 京都杯、ケア杯、芝 1200m 電撃戦です。さあ、いよいよ直線の攻防。シルポート先頭、外から勢いよく鶴丸レオン、残り 200m。 さあ、先頭は今度は鶴丸レオン、2番手はパリダット、先頭は鶴丸レオン、1着でゴール、2着はパリダット。見事に勝ちました、鶴丸レオン。
あ、地デジ化が登録ですね。アナログマはいるんでしょうか。さあ、チャンピオンズカップです。海外の3頭ですね。そしてアマノアンドロイドがデビュー、アマノイチロウとビリーブですか。アマノビリー海猿が受賞に挑みます。アオリです。おお、スマートハルコン一強ですね。アジアエクスプレス。スーマだからな、そんなに買わないな。スパにね、首位互角か、アニマルキングダムが立ち下がるのか。スマートハルコンですね。ラキスターもいますが、ステイヤーズ、アドマイヤラクティ、ゲスターブくらいにクラブは凱旋弱魔が挑むが、ちょっと厳しいんじゃないかな。さあ、再度ローテです。悩むなぁ。アニマだって登録してる馬だけでも結構トスいますしね。ヤマガルとか絶対無理だろう。普通に無理ですよね、山ガールは。ん？これ距離適正が3000か。え、これって本賞金は1億ちょいか。品価限定ありますね、愛知杯が。ヒッツも登録してるんですよね。じゃあ日経新春杯へ。有馬は回避。下から順に見ていこう。天のはやぶさもいますが、まあ、悪くないんだけどね、距離適正は。でもまだここを勝負どころとするような感じでもないだろうしな。出たいけどね。でも出ても多分結構レベル高いから今年は勝てないと思うし。関東所属だからな、これでいいや。下から見るとこれでゴルシフェイト、ケオン、フェイト、フェイトは無理だろう。まあ、フェイトクイーン賞勝ってるけど、これならダート行かせた方がいいからな。それケオン微妙に長い。最近成績がいいんで、それなら東京大商店でしょうね。むしろフェイト、それか慶応が、慶応天皇賞秋に距離はいいんだけどな。今決定の G1 があればそこなんですが、なかなかないんですよね。あれ、ライバル馬と対決か。まあ、ライバル馬の実績を積み重ねるのもありですね。C
芝ですからね、条件が。ここかな。あ、でも3億稼いでんのか。3億稼いでる馬にさすがにそれはないな。ちょっと3月まで待とう。3月いったらいろいろいますからね。こんな感じか。で、イナバウアー、オルフェーブル、ブログん、ブログが微妙だな、距離も長いしな。まあでも出てもいいんじゃないでしょうか、あの最後ということで。ニコニコが香港バーズか。年齢が高い馬から想定内が、稲葉はちょっと疲れ溜まりすぎだよな。まあキャン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 積み上げたいところです。エネループが、うん、そうや、ニガステークスまで我慢って言ってますが、そうはならないだろうな。うん、インサイトもいいのか。こうたる前じゃん。あ、でもまあここはこっちですね、川崎記念。でブラックキャビアが、まあ、引退ですかな。ラキースター、ラキースターどうかな。ユーラシップ、これが引退レース。ブルーレイあと2勝なんだけどな。ちょっとブルーレイキツナコマンド、スピード A か。パワーが S、 難しいな。トシャープ、トシャープ、あ、間違えた。違えた、スピード上げるつもりがパワーを上げてしまった。カレンちゃんはこれリーチかかってます、香港スプリント。そばにいるにもリーチかな。どうなんだろう、リーチかな、リーチですね。少しずつ、もう3歳の時から G1 も細かく重ね合えてきました。そばにいるね。1900、2300か。
ルフェーブル、ツイッター、ケオンはここで休んで来る前まで我慢ってなってますが、本当にそれでいいのか、まあレースを見ながらかな。まだ3勝なんだよな。まあ、とはいえ覚醒なんでまだ余裕があります。イクメンがハリウッドダービーへ、京都金牌に行く馬も決めなきゃね。まあ、この馬が中山金牌行ってもいいけどな。ヘビロテがカペラか。ドラカー、あ、ドラカーマイル戦、あ、でもダートバか。ドラカー4着か。まあまだまだオープン特別ですよね。となると1008はいけないわけじゃない。ベテルギウスステークス登録しときましょう。中川の雪が全日本2歳優秀。バイカショーとか言ってますが、あ、距離が長いレースじゃないとしんどいんだ。条件戦考えるとここかな。エリカショー登録しときましょう。で、トレブとフラゲがぶつかる。あれ、オス馬は丸森だけ、これがまだデビューしてない。タニッタが距離長いんだよな。コパノリッキやダートバ、コタマでしょうは、となるとクラゲがアルテミス取ってるが、エピファネイアラインは勝たないだろうから、でもオス馬なんか割り振る馬がいないと厳しいな。あのもにこれのままやったらローテがちょっとな。じゃないんじゃないのということで、ここはあえてこっちに出します。じゃあ行きましょう。12月1週クラークハンデ、天のそばにいるね、一番人気となります。128、アニマルキングダム、ムーチョマッチョマンか。レース行きましょう。
チャーチルダウンズ競馬場 G1 クラークハンデダート 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トラディションドラマ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してトラディションドラマ花に立ちます。その後ろからはリズムページ、この馬も上がっていく構えです。さらにはディバインティー、5番ケアミスペール、その後ろ先手を取ったのはディバインティー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、ウォールボード、それに続きます。並んで12番ムーチョマッチョマン、内からはアンダーブルース、その外からスペシャルランサム、青の帽子タプロウォームス、その後ろその隣にアニマルキングダム、その外にデコレイティドセット、天のそばにいる、後ろからタイモアサーキット、すぐ後ろスカイウォーカーブルーズ、そのうちに続いています。並んで9番フリーグロース、しんがりからシャインザイザー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はディバインティー、ケアミスペール、ほとんど差がありません。トラディションドラマ3番手 G17 勝、天のそばにいる、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 さあ先頭は今度は天のそばにいる、2番手はムーチョマッチョマン、これは強い、天のそばにいるね、勝ちました。強い強い天のそばにいるね、圧勝ゴールイン。2着はアニマルキングダム、3着にムーチョマッチョマン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 3連勝、メトリアークステーク様の連邦一番人気となります。さあ、これはわからないな。パーフェクトシャールの方がレーティングは高かったが、先行は悪くないですね。ではレースいきましょう。デルマー競馬場 G1 メトリアークステークス芝 1600m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。ドライヤードトゥース、前に行きそうです。パーフェクトスプーニー、それに続いています。さらにはガンドリアスペシャリスト、1番グラブドネスサキン、その後ろ先手を取ったのはガンドリアスペシャリスト。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、スナークエピセット、それに続きます。これに続いてムーンライトクレーム、その隣にアライルファッション、すぐ隣にクワイトロード、その後ろからはパーフェクトシャール、ピンクの帽子スピアフィッシュキー、その後ろその横にブックオブスイーツ、天の連邦、後ろから並んで4番コンサルタンツフェアリー、最後方にキュートイーストン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はガンドリアスペシャリスト、2番手はパーフェクトスプーニー、グラブドネスサキン、3番手天の連邦、まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ガンドリアスペシャリスト、先頭伸びがない。外からパーフェクトスプーニー、あと 200m、 先頭は依然としてガンドリアスペシャリスト、ヒュートイーストン抜けた。伸びが足りないな。ガンドリアスペシャリスト、ヒュートイーストン1着、2着にはどうやらブラックネス先、3着にコンサルタンツフェアリー、勝ったのはヒュートイーストン、見事な勝利です。まあ11着惨敗、特に理由はないからちょっと壁があるのかな。ハリウッドダービー天のイクメンです。2番人気シルバーマックスかな。まあ、ひとまずレースいきましょう。デルマー競馬場3歳限定 G1 ハリウッドダービー芝 1800m です。
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の育面、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通り天の育面、さらにはエルファスラーブリザード、栗色の馬体、レポートパフューム、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに入ってきました。2番でつけましたね。シルバーマックス先手を取りました。大きく離れました。ティーカーミー、その隣にレディテン、サンディアンクシャス、すぐ後ろ少し離れてクイーンズイノセンス続いています。これに続くのがクラークタッチ、緑の帽子、クラークグラディオラス、その後ろ少し間が空いてレディーオブシャムロック、そしてやや離れてオールマイモーター、これに続いてソマリレモネード、並んで7番カフスサーキット。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番シルバーマックス、依然として先頭は依然としてシルバーマックス、リードは6馬身ぐらいあります。シルバーマックス一人旅。2番手はクラークグラディオラス、エルファスラーブリザード。3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ちょっとシルバーマックスを楽に逃がせてしまってる気がする。先頭3馬身から4馬身のリード、ちょっと伸び争いでは負けてるな。前を捉えられるか。あと200m、ここで先頭変わってレディーオブシャムロック、2番手はサンディアンクシャス、先頭はレディーオブシャムロック、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはレディーオブシャムロック、見事な勝利です。天の育は4着に敗れました。さあ、天のアンドロイドがデビューです。2番人気、1番人気、アンガールボールド。となっております。さあ、本田騎手あんまり良くないな。泣きべそ書いてる。どれ選んでもダメか。ジョッキーの腕も悪いのか、ちょっと心配です。さあ、とりあえずダイジェストいきましょう。阪神2歳新馬戦、ダート 1400m、 天のアンドロイドメイクデビューです。さあ、直線に入りました。先頭に躍り出たが、天のアンドロイド先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して、とてつもない強いや。2番手はアンガールボールド、天のアンドロイド、ぶち切った。天のアンドロイド今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、天のアンドロイド。C とかかな。ステイヤーズステークス、クラブは2頭出てます。凱旋ユアクマと凱旋マー君、でもギュスターブクライとアドマイヤラクティの一騎打ちになりそうですね。ダイジェストいきましょう。中山 G2 スポーツ日本賞、ステイヤーズステークス、芝 3600m、 一番の長距離戦のレースです。さあ、いよいよ直線の攻防。凱旋ユアクマ先頭、残り 200m、 ギュスターブクライ追い上げてきた。タボを一気に打ち切ります。2番手は凱旋ユアクマ、ギュスターブクライ先頭だ。先頭はギュスターブクライ、1着でゴールイン、2着は凱旋ユアクマ、3着にテンマトゥループ、ギュスターブクライ見事な勝利です。チャレンジカップ、天の海猿一番人気、グリグリです。フェデラリストが相手ですね。一騎打ちムード。クラブは凱旋ミグラスラも出ております。アロマカフェもいるんだ。ダイジェストです。阪神 G3 チャレンジカップ、芝 2000m です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。天の海猿先頭、残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。残り 100m、 2番手は東海電機天の海猿、この馬で決まりか。天の海猿強い強い。天の海猿圧勝ゴールイン。2着はフェデラリスト、3着に東海電機天の海猿、見事1番人気に応えました。重賞8制覇じゃないと思う。佐藤ゲラントにライバル勝利です。スマートハルコンが一番人気 2.1 倍ですが、本種本命はアマノエレルクみたいですね。先方どうするか。スマートハルコン逃げか。あんまり逃げたくないってことだろうな。ではレースいきましょう。秋のダート王決定戦 G1 チャンピオンズカップ中京競馬場ダート 1800m で行われます。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠のオリーブパレス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは凱旋ときっかけ。きっかけがいいスタートを切りました。ダッシュよく凱旋ときっかけ行きました。続いて前へ行くのはスマートハルコン、さらにはエーシンモアオーバー、12番ピースシルエット、その後ろ先手を取ったのはエーシンモアオーバー、間が空いて天の海ループ待ちかね、日本バレそのうちに続いています。並んで7番オーロマイスター、その外に凱旋セイバー、内からはレッドクラウディア、その外から天のラキスタ、これに続くのが日本ピロアワーズ、ピンクの帽子オリーブパレス、その後ろ内からはデルスキーム、その後ろにオートリアズール、その隣にボレアス、しんがりからナムラタイタン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度古豪エーシンモアオーバー、依然として先頭。さあ先頭は依然として2番エーシンモアオーバー、天の海ループほとんど差がありません。3番手にスマートハルコン、絶好の手応え。スマートハルコンが先頭へ、前を捉えるか。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭はスマートハルコン、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。天の海ループ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して後続は大きく離れました。ぶっちぎりですね。2番手は天のラキスタ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天のラキスタ、3着に天のエネループ。これが世界を制した実力だ。スマートハルコン、ウィニングランです。スマートハルコン、タバは圧倒ですね。席が物を言って、しかもレコード勝ち。
日本レコードです。さあ、これが有馬記念。1位は天野ブログ、最後のレースになりそう。オルフェーブル、ゴールドシップ、天野イナバウアーが出ます。これを最後の週にするかな。阪神ジブラルフィーズ、トレブと天野フラゲ、香港もマイルは、マイル以外の3レースで出走、全日本2歳優秀にコパノリッキー出走と、あと中一新聞杯3頭。さあ、香港マイル、世界最強馬決定戦だった。地元馬の壁越えられるか、なったかも。ロードカラーノア、金城鉄壁の走り、鋼の心臓、3頭の激戦ですね。3勝か。クラブはですね、クラブ順位も1位となっております。本年勝利73勝、重賞も28勝。サリンドっていう馬がいますね。金も3つ。そういえば、ペガを売らなきゃいけない。あ、ダメなんだ。売れないんだ、もう。ちょっと待った。ってことは、ひょっとして、次に、ダンパとか引退するからな。
受胎してるんですよね、問題は。なんでだろう。滝豊かかぶる。で、まずそばにいるねからか。あ、ん？金札獲得？これで、そばにいるねは。それっぽいですね。だからそんなに優先しなくていいってことになります。天皇が惨敗だったんで JGCC じゃないよな。京都金牌出させよう。お、これ愛知杯だ。ライバルはマイネイザベルか。出させていいかも。積極的にぶつけていきましょう。正義の怒りをぶつけろガンダムですね。でイクメンがエジェシ、これは残念だった。エジェシ、こちらはエジェシーシーでいいと思う。まあ時間取ってませんが万世なんでこれからです。アンドロイダー勝ちました。強かったですよね。芝田と両対応。あの中マイルぐらい。黒竹賞に登録しときましょう。ハンダ？え、本当にハンダでいいのか。主戦は未定ですって言ってる。偶然ハンダだっただけやん。関東馬だろう。ザルがチャレンジカップ1着。距離がな、限られるからな。で、スマートアルコンがどうしよう。来年も走るのかやめとくか。引退示唆はされてないですが、まあもう引退していいんじゃないかなとは個人的には思ってます。ラキスタの粒、ラキスタを邪魔しちゃってるんだよな。まだ一勝です。うん、スプンダーアルコン引退でもいいや。
この子はどうするかですね。まあ金牌とかか。じゃあ行きましょう。ネクスト。さあ、香港スプリントカレンちゃん出走、1番人気125、バッファリング120なんで決して安心できないですね。2番人気ゴードンロードバイロンもまだ立ち塞がってます。リトルブリッジラも脅威ということで決して安心できないメンバーです。さあ、果たしてカレンちゃん勝ってくれることができるんでしょうか。レースです。シャティン競馬場 G1 香港スプリント、芝 1200m 電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リトルブリッジ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリトルブリッジ鼻に立ちます。その後ろからはバッファリング、この馬も上がっていく構えです。さらにはエアロベロシティ G12 勝リーサルフォース、その後ろ先手を取ったのはエアロベロシティ、好位置をキープしています。カレンちゃん、これに続くのがスライトリーノーブル、その隣にスニッツァランド、すぐ隣にワンダフルコラム、ヤーンユニオン、この馬もこのグループ最終コーナーをカーブして、直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に立ったのはリトルブリッジ、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はカレンちゃん、この手応えはどうか。リトルブリッジ先頭だ。逃げ切られた。リトルブリッジ1着でゴール、2着はカレンちゃん、3着にウィズディレクション、勝ったのはリトルブリッジ、見事な勝利です。さあ次です。香港バーズ天野ニコニコ1番人気132、120を超える馬はいませんが、外馬になんか人気馬が集中してますね。ホイールキャプチャーとかで、まあレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港バーズ、芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タックドボアストロン、好スタートを切りました。オーティアスブレイブ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーティアスブレイブ鼻に立ちます。その後ろからはタックドボアストロン、この馬も上がっていく構えです。さらには天野ニコニコ G12 勝ビッグブルーキトゥン、その後ろオーティアスブレイブ先手を取りました。そして大きく離れてトライアムファントクリーナー、この位置です。その隣にステディサージュ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その外からジャガーメイル、黄色の帽子、レッドカドー、
その後ろ、すぐ後ろにアンビシャスドラゴン、並んで2番アローナックル、その横にランフォームス、その外にクーリッシュウェービング、並んで二冠牝馬ホエールキャプチャー、しんがりからセイクリッドアミーラット、1000メートルを通過しました、ね、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番ゴーティアスブレイブ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、タックドボアストロン、それに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番ゴーティアスブレイブ、2番手はタックドボアストロン、間を挟んでステディサージュ、3番手アマノニコニコ、この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。さあ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ニコニコ日米王者意地のぶつかり合いだ。ゴーティアスブレイブ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。ゴーティアスブレイブ先頭、あと 200m、 先頭は変わってアマノニコニコ、ね、2番手はゴーティアスブレイブ、アマノニコニコ、この馬で決まりか、アマノニコニコ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はビッグブルーキトゥン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。メールキャプチャー惨敗だな。そしてビッグブルーキトゥンが2番2着でした。タックドバーストロン、ライバルタックドバラストボアストロンを破りましたね。これは大きい。さあ、香港カップです。ルーラーシップ登場、1番人気136、120を超える馬はいません。素晴らしいレーティングですね。2番人気トワイスオーバー、3番人気カルフォニアメオリーですが、さあしっかり勝ってもらいましょう。レースです。さあシャティン競馬場 G1 香港カップ芝 2000m、 香港ウィーク大トリのレースです。ルーラーシップ果たして他馬を圧倒することはできますでしょうか。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グッドネスシャーディ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくグッドネスシャーディ行きました。続いて前へ行くのはコバートバーリン、さらにはギャレイシェリー、無敗のチャートカスタネット、その後ろ先手を取ったのはグッドネスシャーディ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し開いてサイドアリディ、スキュタイポンダー、それに続いています。その隣にダンエクセル、ルーラーシップ、いい位置です。カタリナカシミア、そのうちに続いています。ニアーフライヤー、すぐ後ろ、その外にホワイスオーバー、内からはフォレストスウェイル、その外からヨーロッパプロモーション、最後方にカリフォルニアメモリー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。11番グッドネスシャーディ、依然として先頭。さあ先頭はまだ11番グッドネスシャーディ、チャートカスタネット、ほとんど差がありません。間を挟んでスキュタイポンダー、3番手日曜王者、意地のぶつかり合いだ。グッドネスシャーディ先頭、外からルーラーシップ、最後の追い比べ、先頭はルーラーシップ、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、
後続は大きく離れた。2番手はトワイスオーバー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はトワイスオーバー、3着にカリフォルニアメモリー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。香港カップ連覇となります。さあ、全日本2歳優駿コパノリッキーが登場してきました。海外で、G は 3勝を挙げております。コパノリッキー1番人気、2番人気、JR グラント。ハニーパイ、ソルテマですね。さあ、コパノリッキー圧倒できるかレースです。川崎競馬場、JPN1 全日本2歳優駿、2歳ダートの頂点を決めます。ダート 1600m です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハニーパイ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハニーパイ鼻に立ちます。その後ろからはコパノリッキー、この馬も上がっていく構えです。さらにはオレアソフトリー、地方の優、ジェネラルグラント、その後ろ先手を取ったのはコパノリッキー、少し開いて大コパーフェクト、サービスオフ、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。エイシンスパークル上がっていきました。並んで7番アインロール、その横にバランスマッチ、ピッチシフター、それに続いています。すぐ後ろにキーウィモーター、これに続いてイベリアシャスター、これに続くのがアウトジェネラル、最後方にソルテ。各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として G1 3勝コパノリッキー、2番手はハニーパイ、アインロール、3番手。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。コパノリッキー先頭、後続大きくちぎれました。ハニーパイ必死に追います。もう引き離すのみ。この差は果たして縮まるか。2番手はピッチシフター、コパノリッキー独走。コパノリッキー圧倒です。ぶっちぎりです。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはコパノリッキー。あー大差ですね。ガツン、これ S ですね。さあ、エリカ賞に出ることができました。天野タニタ、グリグリになりますね。
ダイジェストいきましょう。阪神2歳1勝クラスエリカ賞、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スワンウィンド先頭、天野民田先頭、引き離しにかかる。残り 200m を通過して2番手はウィンプリメーラ、これは強い。天野民田、この馬で決まりか。天野民田強い強い。天野民田圧勝ゴールイン。2着はインパラトール、3着にオリーブラセーヌ、これは桁外れの強さだ。天野民田。週一新聞杯です。3頭出しか。1番人気天野トゥルース、2番人気天野想定内で、ライバルはコンプトンソネットアサインで、4番人気天野女子会クラブは凱旋パルが5番人気と続いております。本書本命も天野トゥルースですね。ティッシュ、これでいきましょう。ジュースがこうなって、逆に女子会は追い込みかな。これで中一新聞杯か。じゃあまあ追い込みでもいけなくはないわけで、ではダイジェストいきましょう。中京 G3 中一新聞杯、芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋ダイヤパル先頭、外からファッションダンス、ね、先頭、あと 200m 天野トゥルース追い上げてきた。凱旋ダイヤパル必死に追いすがります。天野トゥルースかわす。天野トゥルー ルース強い強い。天野トゥルース圧勝ゴールイン。2着は微妙です。天野トゥルース見事1番人気に応えました。引退レースですね、想定内。さあカペラステークス、天野ヘビロテ登場。天野ヘビロテは3番人気、1番人気ドスライス、2番人気セイクリムズンか。ヘビロテはオープン特別は勝ってるが、ダートはちょっと不向きなんですよね、ヘビロテ。ここら辺もなんか影響している感じはあります。まあ、先方はこのままでいいでしょう。ダイジェスト、中京 中山 G3 カペラステークス、ダート 1200m の電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m を通過して、先頭はセイクリムズン、残り 100m、 2番手はマルカフリート、セイクリムズン、この馬で決まりか。セイクリムズン強い強い。セイクリムズン圧勝ゴールイン。2着はマルカフリート、3着に天野ヘビロテ、見事に勝ちましたセイクリムズン。ついたババは向いてない。
さあ、阪神ジュベナイルフィリーズです。トレーブが1番人気、2番人気、天のフラゲとなっております。ただ天のフラゲの方が本州本命ですね。アルティミステークスを買ってここに挑みます。一方トレーブは海外 G1 を取って息を追おうと帰ってきて、ここに挑みます。まだしかも2戦目で海外 G1 取ってますからね。一騎打ちムードかな。さあこうなると天のフラゲがどうするかですね。先行策取ってみましょう。さあレースです。2歳女王決定戦、阪神 G1、 阪神ジュベナイルフィリーズ、芝 1600m で行われます。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。おっと、エリモスラー、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアグネスローター、入ってゲートイン完了です。スタートしました。ローブティサージ、これは好スタート。エリモスラー、ちょっとタイミングが合いません。プロフネサプライズ、前に行きそうです。ローブティサージュ、それに続いています。さらにはディアマイベイビー、6番アマノフラゲ、その後ろ先手を取ったのはディアマイベイビー、少し開いてクラウンロゼ、赤の帽子サウンドリアーナ、その後ろ好位置をキープしています。トレブ並んで前走であっと言わせたクリームシーフ、すぐ隣にラストグルーブ、ストライプケミ、すぐ後ろテイエムシャデマー、そのうちに続いています。すぐ後ろにエリモスラー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はプロフネサプライズ、ディアマイベイビー、ほとんど差がありません。ローブティサージュ、3番手トレブ、いい位置で す, です、ね、先頭を捉えにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったトレブ、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。内で食い下がる天のフラゲ、残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手は天のフラゲ、後続は大きく離れた。圧倒です。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天のフラゲ、3着にレッドオーバル、これが世界の実力だ。トレブ、ウイニングランです。来ましたね、 S です。キックアサ小積みか。さあ朝日杯フューチュリティステークス、児玉でしょうが登場ですが、でもエピファネイアとかいる？あ、いない。ラムネクロワール、あ、意外とこれ ね、チャンスあるかもしれない。児玉でしょうが、
さあカレンちゃん惜しかったな。まあ当然出ますがニアハ記念杯リーチですからね。他出れるレースはないのか。あるじゃない、これですね、ロケットマンらに挑みます。ニコニコは放牧です。18勝目挙げております。ルーラーシップが勝って、まだまだ戦えますね。ルーラーシップは次は中距離馬だからあと思ったら戦えないんだ、引退なんだこれ。いやいやいや、と言っても引退示唆って出てるし引退せざるを得ません。でコパのリッキーもしっかり勝ってくれましたね。 3.5 勝計算かな。ちょっとしばらく休ませるべきだろうな、寝かしておかないといけない。ここかな、フロリアダービーへ。させます。その前一掃してもいいかもしれない。いやでも重傷がないからな。でタニタはやりましたね、勝ってくれました。距離がやっぱり長い方がいいのか、まあ出てもいいかもね。最後伸びが良かったんで、丸森が出るんだけど丸森では勝てないだろう。エピファネイアに挑んでもいいと思います。これで引退ですね。女子会は決死周杯は距離が微妙に長いよな。あと6840万なんでここじゃないな。女子会が出るレースはほんとはこっちなんだけどな。まあこれとかこことかかな。京都記念なんかもいいですね。あとまあ小倉大商店かな。シルクロード、まあ順当だな。トレブがここ勝ちまして京成杯とか行ってますね。京成杯じゃないと思うんで、
クラゲが新山記念。あ、これでそばにいるねが、金札獲得ってことでいいですよね。フェブラリー出そうとはしてますが、少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。ひとまずセール行ってみますか。アジアエクスプレスか。おすまだからな。ちょっと微妙だな、アジアエクスプレス。
馬だったらな、買うんだけどな。来ないと言ってます。帰りましょう。このマンションは2番手でインパルスヒーローか。タコズセクスは片思いガール。トレブですね。はい、ということで、今回ここまでとなります。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信をお届けいたしました。今回、ツイッチで配信を行いました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。そして、YouTube で、この動今回の配信のアーカイブ2日後7日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル 2 days after uploadプレミアライブ、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィニングポスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。